今日も始まりました、ともこチャンネルです。はい、はい、今日はですね、はい、2019年4月10日に、はい、山本太郎さんがたった一人で立ち上げた令和新選組が4年目を迎えたそうで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。3歳の誕生日ってこと。そうみたいです ね、おめでとうございます。はい、4年目にね突入したということで、うんうん、すごいね。はい、山本太郎さん本人はですね、うん、今大阪でカジノの賛否を問うですね、うんうんうん、もうずっと大阪張り付きでしょ今。そうですよ ね、凱旋活動を行っているそうなので、うんうん、大阪の方はですねぜひですねカジノの賛否を問う、うん、投票を呼びかけているということで、うんうん、大事ですから ね、カジノなんかやっちゃいけない、うん、はい、反対ですけど、でもとりあえず今は賛否を問う、うん、活動してるんですよ ね、署名集め的な署名を集めてるので、うん、ぜひですね大阪にお住まいの皆さんはですね、うんうん、賛成でも反対でもどちらかを投票するっていうことをやろうということなんですよ、うんうん、ぜひですね行ってほしいと思います。そうだよね、はい、そして今日4月10日はですね一斉行動の日ということで、うん、あの日本各地で皆さんもですね、うん、ボランティアの方々が活動されているようですね、うん、そうだね、はい、もうツイッターとかすごいもんね、流れてどこどこでやりました、で素晴らしいですね、はい、フミトルズさんのもねちょっと先ほど見させていただきましたが、はい、頑張ってみましたね、うん、頑張ってた、はい、すごいですね、暑い中ね皆さんお疲れ様です。うん、うん、立川駅結構でっかいんだね、立川駅ってね。そうですね、通る方もたくさんいらっしゃって、でもなかなか受け取ってくださってね、ない、まあ、ねなかなか難しいです ね、でもですねあれらしいですよ、その一生懸命やってるじゃないですか、うん、それで選挙の前になるとその思い出すかもしれないんで、あそこでなんかねピンクの服着てピンクの旗で、あれはってなんかやってたなみたいな、なんかこの一生懸命やってたなみたいな、じゃあいざこう書くときに、書くときにっていうかその選挙が始まってとか、始まってとか、そう何かふとしたときに、あそういえばなんかやってた人たちいたなっていうような感覚も、まあそれだけでもね本当、そうそうそう、令和新選組ってちょっとこのね名前を残るだけでもちょっと違うようなの で、ね、頑張っていただきたいですね、うんうん、はい、まあゼロよりかさやらないよか絶対やった方がいいじゃん。そうですね、ね、はい、うん、そしてですね3年前といえばですね、うん、令和新選組を山本太郎さんが立ち上げて、うん、参議院選挙がその後に行われました、うん、4月10日に立ち上げて7月に参議院選挙を行われたんですね、うんうん、そこで2人の国会議員が誕生しました、うん、重度障害者の船越康彦さんと木村英子さんが当選されました、うん、そうだね、はい、あの障害者の方なんですけれども、うん、少し前のですねインスタグラムでですね私の投稿にですね、うん、はいはい、このような投稿が来ました、うん、山本太郎さん嫌いじゃありませんが障害者を出汁に使うところがあまり共感できんかなと思ってますというコメントが来たんですよ。それで私が返信したのは、うん、障害者を出汁に使ってはいません、うん、議員お二人も無理やりではないですし、うん、当事者が大臣に直談判でき障害者トイレや新幹線など確実に改善されています、うん、障害者の方にとっても相談しやすい環境だと思います、うん、今の政治家に庶民の気持ちがわかると思いますか。私たち庶民の気持ちがわかる政治家を増やさないと日本は変われないと思っていますという、うんうんうん、そうなんですよね、うん、障害者の方がやっぱり国会議員になると、うん、ね、なんで障害者を、そうだよね、だから障害者は何もできないっていうふうに思っちゃってるってことでしょ、ね、この人はね。そう、そうなんですよね、でも違うんですよね、うん、はい、障害者の方がなることによって、うん、本当に直接大臣に話、そうだよ、そう話せば大臣も、うん、あじゃあどうぞって言うしかないじゃん、こうした、うん、こうした方がいいと思いますって。だってもう障害者の人の本当もうその生の意見が直にね大臣に伝わるんだからさ、そんなにね聞くことはないよね。そうなんですよ、そういうことを実現可能にしたのが、うん、そうだよね、船越さんと木村英子さんなんですよ、うん、そうだよね、それを分かっていただきたいですね、うん、なぜ障害者の方が国会議員になったかというね、そうなんだよ、だからもう最強なんだよね本当ね、あの二人がね、そうなんですよ、最強の二人なんだよね、そう、障害者の方々にとってもね、うん、本当にいいと思うんですよ、うん、自分がねもし障害者になったとしても頼りになる存在だと思うんですよ、うん、そう、そう、だって分かんないじゃん何があるか、俺だって明日怪我して障害者になっちゃうかもしれないし、そう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 、ね、なった時にね、そうだよ、一番困りますもんね、そうだよ、なった時に障害者の人が生活しやすい世の中にさ、ね、なってたらさ、そうそうそう、そんな安心なことないじゃん別に、ね、それをね率先してやってくださってるので、うん、とてもいいと思います、そういうことなんですよ、うん、その方が3年前に衆議院議員となり今回はですね、うん、あ、うん、
前回はですね、参議院議員となり、参議院議員となり、前回の衆議院選挙では、うん、山本太郎さん、大石晃子さん、高谷亮さんがですね、うん、3人の方が国会議員となり、うん、今はですね、うん、3年前から比べるとですね、5人の国会議員が誕生した、うん、ということになります。山本太郎一人で立ち上げたのがさ、ね、今国会議員が5人のさ、なりました、ね、その支持者だってさ、何百万人っているわけじゃない、応援してる人がさ。そうなんですよ、ね、今ね、これもすごいよね、はい、心強い。しかもあれですよね、うん、テレビとか新聞とかでは全く取り上げられないわけですよ、うん、そうなんですよね。その中でもう本当に市民活動の中でこの政党いいと思うよって言って入れてきたわけじゃない、うん、そうだよね。それが広がって5人になったので、うん、今後もですね、次の参議院選挙に向けて頑張っていただきたいですね、うん、そうだね。はい、さらに議席をね、増やしてね、増やしていただきたいですね。本当に私たちの生活にはですね、うん、本当に庶民感覚の人が必要なんですよ、うん、今の国会議員じゃ本当にね、全然考えてくれてないじゃないですか、ね、私はですね、インスタグラムにですね、日々の政治を勉強してですね、そのムカつくことであったりをですね、投稿してますので、ぜひインスタグラムを見ていただきたいと思います。議席が増えればさ、今度あれでしょ、また質疑のその回数とかも増える。そう、質疑時間が短いんですよ。本当だよね。だってそれも議員のね、議席によってでしょ、うん、そんなおかしな話あるかって話だけどさ、本当にいい質問するんですよ、ね。だって大石さん、うん、質問してさ、で全然違うことが返ってきました、で終わりみたいなさ。もっと言いたいけど言えない。本当だよね。そうなんですよ。なんだよあれって感じだよね。そう、総理に対してもね、言える質疑があったんですけど、うん、もっともっとね、やりたいような、うん、ね、やりたいよね、うんうん、そう。でも時間が短くて、うん、そう、本当だよね。短いからもう本当に急いで質問してさ。そうなんですよ、ね、そういうのはね、しかも国会中継をね、テレビでね、放送するべきなんですよね。本当だよ。本当におかしいと思いませんか、うん、その政治のことをテレビで全然放送されないじゃないですか、うん、ね、全然もうくだらないさ、なんかね、うんうん、テレビ番組しかないわけじゃないですか、うん、そんなんじゃなくて本当に私たちの生活には政治が一番大事なわけですよ、うん、ね、そうそうそう、今物価がなんで上がってるかとか、うん、物価が上がって本当に苦しいのにこれをどうしたらいいのかっていうのをね、うんうん、考えるのが政治じゃないですか、うん、一番そこが大事じゃない。そうだよね、うんうん、それを全くやらないんですよ、テレビとかね、うん、新聞とかも取り上げないですし、うん、ね、はい、なので、おかしいね、本当に。もう毎日そのテレビは本当さ、ね、各、ね、その政党の代表がさ、ね、一人一人バーって言う。そうだよ。毎日の言ったって言うぐらいだよね。う、政治、うん、政治番組があってもいいと思う。政治局。うんうん、ね、そのくらいですよ、本当は。だってそれくらいだって、人々の、だって市民ね、生活とやっぱ直結してるって政治なんだもんね。そうなんだよ、本当はね。ね、それをさ、そうなんだよ、興味を持たせなくさせようってテレビは汚いよね。そう、そう、そうなんですよ、うん。そこを分かっていただきたいですね。うん、はい。だってですね、れいわ新選組は消費税廃止を訴えてたり、うん、インボイス制度廃止を訴えてたり、うん、ガソリン税だってゼロにしろって言ってるんですよ。うん、そうそうそう。ね、今回ですね、うん、何だったっけ、トリガー条項。トリガー条項もやらなくなったんですよ、あれ。そう、まだ補助金ですから、それでやってくれみたいな感じなんですよ。はい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 、それもですね、うん、おかしな話なんですよ。それもちょっとぜひインスタグラム見てください。そこにも書いてあります。うん、おかしいなって思うことが。でも令和新選組はガソリン税ゼロを訴えています。本当だよね。だからこれだけ言ったってさ、あとは何、教育費無償とかさ、社会保険料減免でしょ。これだって絶対これいいじゃん、こっちの方が。そうなんですよ、ね、いや、できるできないとかさ、そういう議論の前にこうなったらいいじゃん。そう、国民にとってはね、断然そういいことしかないじゃん。そうだよ、国民にとってはさ。そう、そんなことしか書いてないもんね、ね、令和新選組はね。本当だよね、うん、でもこれが実際できるんだからさ、そう、ね、これをさ、やっぱりテレビとかでさ、ガンガン本当は議論するべきだよね。そう、積極財政ならできるんですよ、うん、でも今ね、うん、政府はプライマリーバランス黒字化目標っていうね、うん、もうとんでもない政策を掲げてるので、これができないんですよ、うん、今の与党じゃ。そうだね。そうなんですよ。そうそうそう、財務省にね、そうそうそう、無理でしょって言われるような感じでね、うんうん、だからそれもおかしいことをですね、知るべきなんだよね、うん、そうだよね。やる気のない人にはもう本当降りていただいてね。そうだよ、ね、うん、やる気のない人には、やる気のない人は下ろさなきゃいけないんだよ。そう、引きずり下ろしてさ。そう、なぜ当選させるのかがわからないね、それでも ね、そんな人、やる気のない人をそんなさ、支持する人が全然わかんないじゃん。そうだよ。ね。そう。それに、ね、うん、給付金だってさ、支給、うん、一律10万円給付したって大丈夫だよって言ってるしさ、うん、全国一律、時給が1500円っていうのを野党は訴えてたわけじゃない。うんうん、私はね、もうそれは絶対だと思うんだよね。うんうん、
もうそうしないと、経済良くならない。まずは底上げだよね。底上げってそこが一番の底上げじゃん。給付金も大事だけど、どうせね、10万円とかしかやらないじゃん、できないって言うじゃん。一律時給1500円にすると、絶対いいと思うんだよね。絶対いいよ。都会に来ないですもんね。さあ、それをやってほしいなと思います。うん、訴えてほしいですね、今後は、ね、本当だよね、わざわざやっぱり給料いいからって東京にまでさ行ってさ稼ぐ必要全然なくなっちゃうんですよ、一律、ね、国の負担でですよ、そう企業じゃなくて国の負担で、ちゃんと企業どんどん詰めちゃうから、そう企業ができるわけないんですよ、今の状況で、そうなんですよ、中小企業特にね、大企業はね自分でやった方がいい、できるのからやった方がいいですよ、だってね、あの消費税が上がった分法人税とかさ下げられてるわけで、ずるいんですよあれね、大企業ってね、なので中小企業は無理なので、そこは国が保証して時給1500円で、これ絶対だよね、きっと今後絶対もう本当に必要、それもそうなんですよね、でもね、もう今の私たちぐらい その働いてる人って、あの若い子ね、若い子とか特にね、私の知り合いもいたけど、いや1500円の価値ないとか言うんですよね、そんな自分にそんな働いてないみたいな、そう、その感覚なんですよ、いや1000円ぐらいだと思うみたいな、多いっていうね、もう感覚がもう麻痺しちゃってるんですよね、そう、1500円ももらえないって言われた時にはびっくりしました、私も、だからもう本当にいいんだよ、国が保証、国のね保証でやる分だから、そんなにもらったら会社潰れちゃうとか、だってもう物価はね、そんなもらったらお店潰れちゃうとか、そんな心配しなくていいんだからさ、そう、ね、国の保証でだって物価も上がってるし、ガソリンも上がってるし、どんどん全てが上がってるんだから、そう、今ガソリンだって170円が当たり前のようになっちゃってるじゃん、意味がわからないよね、100円時代があったじゃないですか、あれはどこに行った、ね、だからそこの170円になっててさ、毎月ガソリン代がさもうバーンと跳ね上がってるわけ、上がってるよ、だからやっぱりその分何かを削らなきゃって絶対家計はしてるはずじゃん、ガソリン代がこんな上がっちゃったから、じゃあちょっともうちょっと行楽費を削ってとかさ、お出かけちょっと一回行かなくしてとかさ、そう、光熱費だって勝手に上がっちゃってるしね、そうだよね、今そうなるよ ね絶対ね、食費をちょっと減らそう、だからもう苦しい人はどんどん増えてるはずなんですよ、そうだからね、本当に訴えていくしかない、もう本当に国民がおとなしくしててはダメなんですよ、そうだよね、これを機にですね、令和新選組を知っていただいて、やっぱそう、積極財政っていうのをやっぱりね、ぜひ知っていただいて、ね、知っていただいて、ね、本当に令和新選組のホームページであったり、YouTube をご覧いただきたいと思いますね、私たちもですね動画を撮っております、この動画の最後のエンディングにですね、あの見ていただきたい動画がありますので、それをぜひ見ていただきたいと思います、はい、ではですね、6月22日から始まる参議院選挙に向けて、だいぶ近くなってきたね、そうですね、はい、22日、はい、でももう政治ってならなくてもいいと思うんだよね、私たちは基本的に、政治も大事です、本当に選挙にただ行ってもらえばいいんですよ、令和新選組を知って、そうだよね、今本当選挙前じゃないからかな、だからやっぱり響かないのかな、響かないとも思いますし、そうでもね、活動していくのも大事ですけど、なんかこの違う意味でいろんな人と関わっていろんな話をして、楽しく過ごしていって、その上で選挙があるのが大事だと思うので、私たちもですね、いろんな人と今お話ししてて、そういう動画をですね今度とあのお話ししたいなと思います、はい、ということで、このチャンネルを初めてご覧になった方、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かったという方は応援のご評価もぜひよろしくお願いします。はい、はい、それでは皆様ご一緒に国民を豊かにする改革をするために選挙に行こう。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。